二階の会計時こっそり自分のポイントカードを出している感じ <laughs> 最後まで見ていただくと楽しいこといっぱいあると思いますさあそれでは早速キリンの川島さんにご登場 <laughs> ちょっと <laughs> いただきましょう川島さんですどうぞいやいやいや いや不安でしゃあないですよいや何がなんですか今月からネスカフェゴールドブレンド大人のご褒美のご褒美大使に就任されたんですよねもったいないですありがとうございますすごいじゃないですかまさかねあの頃の土壁みたいな色したジャンパー着てた川島さんがあの土壁もう本当に土壁すぎて子供たちがボール当てに来るんじゃないかと思うぐらいの壁感のジャンパー着てた川島さんが いやもうほんまにあれしか着てなかったのにこんなスーツ着てねそうですよ就任させていただきましたよはい,ういうはいじゃあちょっと読み上げさせていただきたいと思いますちょっと待ってくださいちょっと待ってください, <laughs> いやこれ大ボケのサイズで着てますけど <laughs> それを読み上げるんです。何を読み上げるんですか。今原材料とか読み上げるんですか。違います。何ですか。任命状を。任命状？読み上げさせて。うってやっぱ紙じゃないとさ。横幅も見せてよそれ。<laughs> そなんやねんこれ。お願いし,します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、書いてる。見て。はい。ちゃんと書いてました。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。アメリカの墓みたいですね。<laughs> <laughs> まあ、花さえね、たむけてないですけど、あの、こうじゃないですか、日本と違って、ちょっと寝かすからね。<laughs> いや、ののね、わかんないんですよ。うろ<呂>、任命状ですから。<laughs> 任命状いただきました。はい、意気込みなどあれば、お願いいたします。いや、もう、本当に。はい、まあ、なんか、いろいろあって、疲れてる人が多いじゃないですか。そうですね,ね、で、まあ、普段から芸人として、皆さんを楽しませようと思って、頑張っておりますけども。はい、その笑いだけではなくてね、ちょっとほっとするということを、皆さんにも深呼吸をしていただきたい。 はい、そういったところであの選ばれたんだと思ってますからそうですやっぱ我々お笑い芸人ですから、うん、笑いでしっかりと癒していくというようなね部分もあるかもしれないですねまあね何かの我々言わはったけどね <laughs> いや僕も芸人ですから <laughs> あそうなんですか僕もお笑い芸人現役ですよいませんこれ申し訳ない認識しといてくださいよ <laughs> い 年一緒にやってきてる後輩で最近ちょっとあんまり合わないないや合わへんけどあったんでネスカフェの面白候補やと思ってましたいや違いますいやいやし。ぐぐっとくるタイプの社員さんやなと思ってたたまにいてはりますねいじってくる人やんと思ってましたそうですねはいよろしくお願いいたしますえっとねこういう写真を撮ったのあいい写真ねこれダイアンの 津田君はい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 ええ婿養でおなじみ <laughs> ダイヤンズ津田君本名津田じゃない石村なんですけどまあこれ癒されていいじゃないカフェラテ飲んでね、はい、すごくいい笑顔なんですけど、はい、まあこれにちょっとタグ大喜利をするとするとすごい贅沢な、うん、もうだって結構みんな芸人の間ではあれ 選ばれるというかインスタ郷切りやってほしいリクエスト多いですから本もね出しましてみんな買ってくれてなんかそうほんまにこの間も宮川大輔さんが「俺のこともやってくれ」っつって自分から楽屋に入ってきはってそうなんですか、見ましたけどめちゃくちゃ面白かったありがとうございます大輔さん自ら来はったんですね大輔さんとか久本雅美さんまで楽屋に来て私もやってやみたいな感じであの。 やらせてもらうという。なるほど。うん、僕もルミネの楽屋でお願いはさせていただきますあのー、ちょっと年収による審査はあります。やめてよ。<laughs> うん、嘘でしょ。<う>ちょっとそれはちょっとあの一回確定申告の書類渡して。<laughs> いやそうや。<laughs> きっちりしてあんだよそこ。そこ誰でもからでもってなると。<laughs> ああまあね。まあまあいや全然いいんですよ。いや昔のよしみとかあんのかなと思ってた。うん誘着ね。誘着じゃない誘着いです。それがあるとだからちょっと木村さんは。 お断りさせてもらっ,って、今のところ芸人で断ったの木村さんと中川パラダイスだけなんで。<laughs> ちょっとさせている。馬原シャワーの。そうそうそう。あ、あそうですか。えー、例えば、だから津田君のやつとかやと。<laughs> は,いはいはい。ええー。飲み会の会計時、こっそり自分のポイントカードを出してる感じとか、ね。<laughs> こういう。五万円やつですよね。いや、もうね、<laughs> ぴったりなんす、ね、りですよね。ですよね。 だあるあるですから本当に漫才スーツなんでちょっと、まあ、してやったりの顔もあるじゃないですかはいはい、はい、そうですねそ<う>面白いあとねこれハラちゃん,あちゃん、ね、ユニバースのおもしろ。はい 女性芸人ですけごいかわいい顔で飲んでますよね、癒いや、本当ね、やっぱり女性がほっとしてる顔を見ると、こっちもちょっと、そうそう、そうやっぱり元気をいただく、そういうことなんですよ柔らかさもありますし、いいですねほっとしてる顔、ほっとしてる顔を別にそのままインスタに載せたらええんですけど、それだと、ちょっとやっぱ川島が大使に任命されたというね、意味がないんじゃないかということで。そうですね やっぱちょっとタグオーギーを出してもらおうということで、うん、結構そんなのねパッパと思い浮かぶもんなんですかねこれですねはハ、い、ラちゃんはね、うん、え明日フラフープを買ってもらえる昭和33年の小学生ですね <laughs> <laughs> やっぱりいい顔した <laughs> お題は大人のご褒美第1位といえばネスカフェゴールドブレンドでは第7位はです はい、はい、いいお題ですね大人のご褒美第1位といえばネスカフェ、うん、ゴールドブレンドでは第7位は7位というちょっと微妙なところついてほしいなっていう答えでいっぱい面白かったんですけど、うんはい、ま一つ目はね、はいえー、ツイッターネームごくごく係長さんのこちらの作品ですねリクライニングをプラス20度倒せるっていう非常にいいとこついてますね <laughs> これはご、ね、褒美だよ そうですよねちょっとやっぱり角度ね20度っていいうのがいい、はい、ちょっともうちょっと行きたいっていう時ありますからもうそ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 う、うん、なんかこんだけしか下がらへんのかいみたいな、うん、後部座席あるやんって。ありますねそれをあと20度倒せるっていうことですから <laughs> いやいい 好きなにこの権利を使えますからね新幹線の中ももちろんですし飛行機で絶対あかんタイミングでもこれ集ってくるそうか第7位そう大人のご褒美ですからあ、そのネスカフェさんか周りも納得いいんですよこの20度という数字が素晴らしいなと思ってこのごくごく係長さんの作品選びましたこれねちょっと深い作品いきますよ続いてはさんの 大人のご褒美第1位といえばネスカフェゴールドブレンドでは第7位はの答えでございますこちら、はい、妻から了解以外の返信がくる <laughs> これすごい深いじゃないですかいやいやそうですよねやっぱ結婚生活も長くなってきると長くなるいろんな形が出てきますから。僕がやっぱここ心温まるな っていうのはね、はい、ご褒美というお題でこれを送ってくれたっていうと、<laughs> もうかすっごい奥さんのこと好きですよ。そうですよね。だから欲しいのは欲しいわけですよ、ね。欲しいです。だから了解以外の返信が、うん、あのほんご褒美と思えるぐらいの、うん、もうちょっとあの普段会話もちょっと少なくなってるのかもしれないですけど、はい、まだやっぱこ片思い妻を愛し続けてるっていうなんか背中が見えて良かったですね。そうかそういうバックボーンも見えてきて、そ<う>面白い哀愁みたいなのも漂って。 いいですね、家帰ってカプチーノなんか入れ,たれ,入れられてたらほんまに白目向いて倒れるんじゃないかない<や>ぜひ1位と7位どっちも手に入れてほしいそういううことですね,ねそ,うそうなると1位になっちゃうのかそう,そうですね、はい、非常に何かあのけなげな愛があって僕は良かったなと思うんですけどね、はいえー、続いてもねなんか大人のっていうところにかかってますよね大人のご褒美第1位といえばネスカフェゴールドブレンドでは第7位はアンナさんの作品がこちら。 感情的になってもいい <laughs> これすごいよね <laughs> ああ、そうかやっぱ大人っていうのはこれをいかに感情をいかに消して弱たりしていくかっていうところもあると思うんですけどなんかそう教えられてきたような気がしますそうでしょ、はい、SNS でもそうですなんか喋ってても、うん そう感情論は抜きにしてみたいいいいななことが多多じゃないですか多いですねなんか個人的に腹立ってるから言い返してるだけみたいないやもうでも感情論感情的になってもいいじゃないかっていうまあストレスの原因かもしれないです、ね、そうでしょ、うん、なんかもうなんか理由もなく笑う時とかがもうなくなってくるやん逆を言うとんかわ笑うのとか好きに理由はないんだよっていうところをもう一回気づかせてくれたという哲学賞 はし上げたいないないそんな仮定書を作らないでください面白いですけどステッカーはし上げないですステッカーはし上げないですよないですからそれラジオじゃないですからこれすみませんはいでもまあ面白い答えですなんかねちょっとトンチが効いてていいですよねはいという三名ですかねこのお題はありがとうございますじゃあ続いてのお題生かしていただいていいでしょうかお願いしますはいもう一個のお題生かしていただきたいと思いますハンコが新たにある用途で大活躍 その用途とははい、犯行が新たにある用途で大活躍その用途とはというお題ですけども実ネタって感じしますよね,ね本当にねまさか急にこんな時代がやってくるとは犯行やめましょうみたいなね、はい、まあ確かにねそういうあれもありましたよ、うん、はい。 えー、でも、犯行屋さんも困るからねそそれれ言われたらまあそうなんですよ、ねうん、必要な犯行はまだあるし事務的なイラン犯行を減らしていこう,ていこうということだと思ます。というわ犯行の需要を増やしたい、はい、というところで、犯行を新たなる用途を使えばいいんじゃないかということですよね。はいえー、ツイッターネームザジさんの答えがこちら、はい、犯行しようしないことに同意する署名に犯行がいるということです。<laughs> <laughs> これなんかすごく日本人らしくていいですよね。いいですよね。結局いいね。そう、結局。はい。はん使用しませんに、はんこいいね。そうですね。だから、なくなってない。なくならないんですよ。に、日本人である以上、これなくならないんですよ。こういう言い回し好きです、僕は。あ、そうですか。はい。です。別に。 いいじゃないですか僕が好きな答えがあってそれを好きですって言ってもいいですっていうかんかあんのかなと何か偉そうに何にもないんです何にもない好きだということを伝えただけですいいですよい,やいいですねいい答えだと思いますよいい答えですねやたらしいハンコの活用方法ねえ Twitter のゴロッチャムさんこちら 音楽室の壁にあいてる穴に刺すと、なんか非常にやりたくなるモチですよね。<laughs> いややりたくなる。永遠のテーマですしね、あの穴なんなんやろうっていうのね。防音的なことなんでしょうけど、ちょうどハンコが刺さるっていう。うじなんかあの,ー、のかね学校の先生とかでいらんくなったハンコ全部あそこに刺さってるよなんかを想像すると、なんか非常に。 なんかシュールな感じがしていいじゃないですかあのハンコを売ってるこういう細長いそうそうそうハンコ屋みたいなね、はい、回すやつねあん,あんな感じもあ,あんな感じなるんじゃないかなっていうん,あ、ね、なんかあの小さい穴のうんなんか使い道と需要と供給が合うてる感じがいいですねいいですね、うん、綺麗にはまってる感じ、えー、クロノスタシス人間さんの答えこちら、はい、えテニスの試合後勝者がカメラにハンコを押すのが多い。ですってこと サインですけどねサインですね錦織君とかね買った人がカメラにテニスだけじゃないんですけど今やババってやってサインやるのがあるんですけどあれ楽ですよねあれさえあれば確かに味気ないですけどねだから反転して作らないとね見る人がねそうなるようにね林さんとかそのまま反転して見れるというんですけどなんかこういいじゃない。 そういうところでハンコ持ってると、私も真似したいなということで子供も買うんじゃない？そうですね。いいと思いますよ。面白い。面白いです。ブルゾンジャンパー差し上げます。ないんですよ、そういうプレゼント。一個一個の答えに、これあの違うんです。全然ラジオでやってるわけではないので、ここだけのお話で今やらせていただいてますんで、はい。言いたくなるのはわかるんですけど、もう一個お題ありますから。もう一個あるのか。はいはかしていただきたいと思います。これ最後のお題になりますかね。人気すぎて入手困難な最新のスマートフォン。 えー、搭載されている意外な機能とは、うんえー、人気すぎて入手困難な最新のスマートフォン搭載されている意外な機能とはですけども非常に、ねはい、オーソドックスでいいお題やと思いますよ、うすねはい、どんどん時代は進化している一番これ、送られてくるオースが多かったんじゃないかなと思うんですけどね、かわいらしいですよ、これ、はい、ツイッターネーム、みどりさんの答え、こちら、はい、充電が減ったら自分で充電器につながるっていうね、<laughs> 非常にかわいくないですか。<laughs> あーでもほんまに近い将来やってきそうなぐらいの、ね、どうやってんだろうなっていうそのなんかこういうのにさ、はい、置くだけで充電できるやつとかやったらさスマホがこうなんか必死にこ,うここにたどり着く感じがすごくしない <laughs> 確かに なんかこう。一生懸命こうね、移動してる感じがするよね。可愛い,いですね。もし見かけたらね。そうなんですよ。なんかスマホってデジタルの最先端ながら、こういうアナログの可愛いさがいいなと思いましたね。はい。答えです、うん。ありがとうございます。ツイッターで、ね、もう遅れてきた猫さんの答え、こちら。はい。エイプリルフールにガラケーのふりをするいう <laughs> <laughs> これもなんか可愛いですよね。ああ、可愛い,い。ああ、そんなんすんね。そんなんすんねえ。なんかもう、そ今日は、今日はそれでいいでしょみたいな。ああ。 だからこう無理やり2つに折れてますから無人間でいうと屈伸してみたいないけんのかな再起 <laughs> <laughs> そうね二度といけん4月2日日々だらけちゃうかというなん <laughs> でこれっていうのもあるけどなんかふりをするっていうのがいいよね、はいはい、いいですねふりをするでね遅れてきた猫さんがもう一個送ってくれてましたね、はい、こちらですね えクマに出会ったら壊れたフリするっていう <laughs> <laughs> お前は大丈夫やろと思うんですけどそうですね教われる対象の人はやらなあかんとか思いますけどもうあらかじめヒビ入れるんですかあク<ー>マに狙われないためにクモ、ね、はそれ見てあこいつヒビ入ってるともうやめとこうっ,てっていうも全部間違ってますよねというこ、ね、なんか人間が <laughs>、うん、人間のちょっとダサい部分がスマホと相まっていい感じになってるんじゃないかなということで、うん、なるほどこの三つ紹介させていただきました。 改めて川島さん、えー、大人のご褒美大使に就任されたわけですけども、はい、え就任されたお気持ちはいかがですかあい,やいやもうそれはね、はい、あのちょっとお疲れの大人の方が多いと思います、はい、働き詰めでさらにね、あのー、年末ということでさらにちょっと忙しくなってきたり、バタバタする局面が多くなってきたと思いますけども、はい、まあちょっとやっぱり深呼吸、ほっとすることの大事さというのをね、私、この年になってすごく思いますんで、はい、このねスカハレ、ゴールドボブレンドさんのね。 こちらの商品を飲んでいただいて、はい、ちょっとほっと一息ついてまた年末に向かって頑張っていただけたらなと思います、はい、ぜひしっかり休息を取りながら、はい、楽しくやっていただけたらと思います、はいえー、さて、今後もさまざまなキャンペーンが続きますので皆さんぜひネスカフェ公式ツイッターをチェックしてみてください。はいえー、以上大大人のごご褒美大使就任発表会でししたたありがとうございま